三国神社駅は、福井県坂井市三国町三国東にある、越前鉄道三国あわら線の駅である。駅番号は E42。待合所のついた一面一線のホームが、本線南側にある。ホームは、待合室以外は、駅名標が立つのみで、屋根がない。入り口とホームの間にはスロープが設置されている。坂井市統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。この駅から三国港駅まで、坂井市三国町の市街地であるが、町内の官公庁は、比較的この駅付近に集中する。ABCD 川島2010、P86、朝日2011、P8、京福2003、P29、AB 京福2003、P143、ABC 朝日2011、P9、川島2010、P33、ABCDE、平成25年堺市統計年報交通、通信地方鉄道輸送状況、堺市情報統計課、P104、2021年7月22日閲覧、ABCDEFGHIJKL、令和2年堺市統計年報交通、通信、堺市情報統計課、P105、2021年7月22日閲覧。ありがとうございます。